皆さんこんにちは、佐藤誠チャンネルです。今日はですね、立川伊勢丹の加瀬さんと、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。情報は飯島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、もういよいよふがふがも春物のご紹介始まったんですけども、はい、まだまだね、全国、はい、まだちょっと1月ですんで、そうですね、寒いんですが気候は、はい、なんですけどやっぱりね、ファッションは一歩先に行きますんで、そうですね、もう気持ちを、はい、あ、もう春というね、はい、まあ、やっぱりこのぐらいから春を楽しみにすることによってね、あとは春がすごくね、待ち遠しくなりますよね。楽しみですよね。はい、ところで、和さんも去年の、はい、11月ぐらいから、はい、こういったテレビ、佐藤誠チャンネル出てますけども、はい、ありがとうございます。ちょっとですか、お店の方では、はい、おかげさまでお客様に見ていただいて。あ、そうですか、はい、ねえ。あなたが出てた方ね。いや、出てた方ね。あ、そうですか。もうね、もうなんか皆さんね、私はテレビとか出てるからなんですけど、できるだけね、今度作ってる人とか山形の人とか、はい、いろんなお店のね、店長さんとかっていう、こうみんなに知ってもらえればなというね、はい、こういった企画やってるんですけども、じゃあいい感じですね、じゃあね。はい、ですね、今日はもうちょっとふがふが春物なんですけども、ちょっとね、まず今日ご紹介するのは、はい、ちょっとふがふがっていうと、まあ、一般的に、ね、いつもロングのコートっていうのはたくさんあるんですけども、ちょっと、ね、はい、今日はこのハーフコート、そう、ちょっとゆったりめ、たっぷりめ、重ね着ができる、はい、ちょっとこれからの時期、まさにこれからの時期ぴったりの、まあ、コートになるんですが、はい、もうちょっとね、お尻、膝、あ、膝っていうかね、太ももぐらいまでたっぷりお尻も隠れるような丈になってまして、はい、で、うん、で、ちょっと裾にリブがついてる、ニットがついてるんですけど、それをとこすぼまらないような、ゆったりタポッとした、ダボッとしたようなこう、コートになってます。はい、で、襟と袖口にニットがついてまして、はい、そうですね、うん、で、ここでコットンと、はい、まあ、裏のリネンの、はい、これコートなんですけども、あ、確かに、素材感が違います。ね、実はこれふがふがお得意の、はい、表と裏が違うんです、これ。まあ、リバーシブルってやつなんですけども、はい、表はね、コットンのちょっとしっかりめのナチュラル化の洗いざらしの雰囲気、そして裏側が、はい、なんと、はい、ちょっと見せていただいていいですか。はい、一回ちょっと、じゃあちょっと裏側待ちましょうか。はい、ちょっとじゃあ私、はい、失礼いたします。もう反対側になるように脱いでいただいてますよ。ありがとうございます。洗濯するとき靴下反対になると怒られますけど、ことは大丈夫。はい、はい、こうやって着ていただくと、はい、濃色のこれね、裏側はリネンなんですよ。で、リネン、表のコットンは結構きっちりめのナチュラル感がありながら、裏のリネンはちょっとガーゼタッチの2枚重なってる風の1枚なんですよ。はい、2枚重ねて買ってる風にしましょう。そうですね、これすごい特殊な折り方で、ええ、裏側のガーゼタッチのものと表のコットンを同時に折りながら、うん、表と裏をくっつけながら同時に折ってるんですよ。これはもう日本のその特殊、これに新潟の畑屋さんで折ってもらってるんですけども、うん、すごくね、こう表情感が、うん、こっちから見るとからリネンのガーゼタッチのナチュラル感があって、はい、まあ、ガーゼって言ってもね、薄いガーゼじゃなくてサラッとした感じの、そうですね、ちょっと洗いざらし感があって、で、袖口、裾にはニットもついてると、こんなにニットなんで、まあ、私、小柄なんで、ね、加瀬さん、身長がね、身長が加瀬さん、151cm、はい、なんで、ちょっと小柄なんで、こうやって折り返し着ていただいても、すごく可愛らしく着ていただけるようになってます。そうですね、ね、すごく軽くて、うん、軽くて、はい、で、分量がたっぷりあるから、はい、もうこれからの時期、結構厚手のものと重ねていただいてもいいですし、で、これから春先になって、なかなか薄手になった時は、こう、ナチュラルにダボッとこう、ラフに着ていただくという、うん、ちょっとね、こう、今までのなんかロングのカーデとコートとかと違った雰囲気でね、なんかこう、重ねていただける、着ていただける、こう、ハーフコートになってるかと思います。はい、じゃあ、まずちょっと情報の方から、色目を含めて。はい、はい、はい、お願いします。はい、はい、コットンリネンリバーシブルコートサイズアップインサイズ、あ、はいはい、お色が和江さん着用がベージュ、はい、真ん中の色味がブラウン、はい、で一番最後はブルーの3色展開、3色展開、はい、お値段が81,400円です。はい、これですね、ちょっと色の方だけもう一回ご紹介しますね。表目が今和江さん着てる表目がベージュ、はい、で裏がダークグリーン、はい、表が
表がこっちがコットンの方がベージュ、そしてこっちがダークグリーン、そして、はい、これがブラウン、表ブラウン、結構シックめなブラウン、裾と襟ぐってはねちょっと若干グリーン入ってるんですけども、うん、ちらっと見えてますけど裏はこんな色なんですよ、綺麗な、だけどね綺麗なんですけど結構落ち着きのある、うん、深みのあるグリーンなんで、そうですね、もうターコイズとかエメラルドグリーンというか、だけど結構濃色の、うん、もうちょっとシャンブレー効果がある、裏の茶色がねうっすら見えてるんで結構シックな色合いになってます、うん、そして私が持ってるネイビー、はい、ブルー、ブルー、ダークブルー、うん、ブルーです、はい、はい、ブルーでした、ごめんなさい、惜しい、惜しい、2回今ダメです、惜しかった、ごめんなさい、学習になるから、表がネイビーで裏がこういったグレーになってるんですね、うん、あのグレーというよりかサンドベージュというか、ちょっとね、ベージュとグレーの間、結構シックな色合いになってます、うん、全然表情感がない、変わるんです、これこんな風に着ていただけると、で裏はリネンの、これすごいナチュラル感が出てすごい素敵なんですよね、うん、またこの色で、ね、うん、ナチュラルにできる感じ、ね、できる、もう そうなんです、うん、でこうポケットもこちらにポケット両方にポケットがということ、こっちにもポケットがあって、うん、こっちにポケットがあって、うん、裏ポケットみたいな、へそくでいいねみたいな、あ、お金はないでもここにあるのそんなことはないですけど、まあちょっとね、裏側にポケットがあるんで、いろんなね、どっちもいろいろ使っていただけるようになってます、うん、このでウエストラインにこうやってちょっと切り替えが入ってるんで、それもねアクセントにもあって、素敵に着ていただけると思います、やっぱりね、袖口のニットがね、はい、すごく洗いざらし感があって、あ、はい、結構ダブルにしてるんですけども、うん、結構ねこう表情感がある、肌触りもねすごくいい感じで、すごく柔らかくて、柔らかくて、はい、そうなんです、でもさらっとしてて、さらっとしてて、はい、気持ちがいいです、気持ちがいい感じだと思います、はい、こういうふうにねゆったりダボっとこうラフに着れる、こうね裾にこうハーフコートみたいなのが今なかったんで、こんなにこうすごくこう素敵に着こなしやすい丈ですよね、春コートとして楽しみですね、春コートとして楽しんでいただけると、はい、でちょっとこんな風に、はい、表の方を見ていただきながらこんな感じで、全然また表見ると表情が変わると、うん、次にちょっとこんな風にして、この素材ふがふがではもう定番でやってる素材なんで、はい、春の大人気 で春はこういった裏がリネン、そして表がコットンで、秋はコットン、コットン、あ、そして冬はコットンウールという3タイプ、資金によって その時しか買えないんで、あ、そうですね、色も毎回違いますね、はい、でぜひね、お気に入りの色あったらコーディネートでぜひ使っていただければと思います、はい、でまあこのしっかりナチュラル感のコートを脱いだらなんと1月からもういい、もうまさに気持ちは春という、やっぱりね、ふみやんがちょっとブルーの綺麗な色をちょっと、配色に入りながらジャガードの、ワンピースになります、はい、でこれね見ていただくと分かるんですが、うん、リピートがないんですよ、裾の先から肩まで全部、そうです、全部違う組み合わせになって、もちろん同じの柄が入ってるとこありますけど、はい、このジャガードなんかね全部違うんです、この柄、この柄、この柄、ここだけ、ね、ここだけ似た柄入ってますけど全部違う柄で、おまけにプレーティングとかリンクスとかグラデーションも全部違う柄入ってるという、はい、まさにこの1枚全面がニットのもう1枚のパネルになってるという、まさにそういったニットワンピースになってます、すごい、じゃあ情報と今色の方いきましょう、はい、お願いします、切り絵柄ニットワンピース、サイズはフリーサイズ、お色が和江さん着用がブルー、真ん中の色味がベージュ、最後がブラックの3色展開です、お値段が34,100円です、はい、はい、まあとにかく着心地が軽いです、いいですね、これベースに和紙をベースにちょっとしながら、あとコットンとか、はい、あとこのグラデーションありますよね、うん、このグラデーションはねちょっと特殊なポリエステルなんですけども、普通のポリエステルじゃないです、一回細いポリエステルの超繊維、一般の繊維ってね綿とかウールみたいに、はい、短い毛をより合わせて糸にして、うん、っていう糸と、あと一本のとか長い糸、天然繊維だとシルクがそうですね、一本で長いと、あれも切って糸にする場合もあるんですけど、うん、超繊維って言うんですけども、うん、でこのポリエステルとかっていうのも超繊維、一本で長いまんま、うん、でだとねこう膨らみが出ないんですよ、だからニットなんかどちらかというと超繊維よりもこう防石紙の方がいいんですけども、なんとこの
な、まっすぐな、まっすぐなフィラメントという糸を一回ニットして、こう丸く筒状に靴下みたいにずっと長くニットして、で形状を記憶させて、でそのグラデーションに染めて、でそれをほどいて使うと全部にね、ニットとほどくとクリップが出るんですね。それそのまま残るんですよ、これ。あ、このうねうねが、でうねうねを残ったまままたこれでニット編んでるんです、これ。すごい。だからこうやってね、凹凸感が出てきながらグラデーションにもなるっていう、なんか手間かかってなんかおかしいんじゃないの、私たち見たら。でもね、多いんですうちの会社は。すごい。でもね、そういうのはね、ヨーロッパにないから、うん、まあ、そんなのもあってね、やっぱ世界中の人がこう興味を持ってもらえるんですけども、今回ブルーとベージュと黒、はい、私ね、はい、いつも思うんですけども、これ何色って言ったら、今出来上がってみたらパープルかなみたいな気もなるんですけど、ね、実はいろんな糸が入ってるので、うちのデザイナーもいっぱい悩むんです。これね、作る時に黒入ってるから黒かなと思って、出来上がったらパープルだけど、もう黒になっちゃってる。黒にしてっていう。なんとなく、もう M&A の曲も、ムーガンもいっぱい混ざってるんで、なかなかね、ちょっと、これ、黒っていう名前ってことにしていただいて、もうベージュということで、3色展開になってます。どれもね、いろんな柄の柄が全部グラデーションになってて、それで、デザインなんですけども、結構やっぱりたっぷりめのゆったりめで、で袖が七分丈、七分丈、八分丈で、そうですね、肘がすっぽり隠れるぐらいの、風さんは身長151センチなんで、はいはい、八分丈ぐらいですので、まあ、一般 の, あ の, こうあの155、60ぐらいの方が来ていただくと、はい、肘が隠れるぐらいの丈、五分丈ぐらいの感じになるかと思います。今日はですね、このワンピースにしてネットのね、はい、ロングの T シャツ重ねていただいてるんですけども、はい、もらってるんですけども、こんな風に春先、まだちょっと寒い時期、まだ、ね、今1月は寒いん で, そうです、ね、こんな風に長袖のものと重ねていただいても、すぐね、あったかくし、でこれが涼しくなってきたら、ちょっとカットソーに重ねていただいて、そうですね、でも夏になってきて、まあ、5月、4月ぐらいだったらもう1枚で持ってきていただいても、この素材はまた透けないようになってますん で, でいながらさらっとしてるんで、肌にまとりつかないように、あ、和紙っていうのはね、はい、肌にまとりつかないような糸の形状になってるんで、はい、そういうのね、着てる時、暑い時でもさらっと着てるだけでも、この和紙の特徴だと思います、はい、で今日この着ていただいてるネット、はい、まあ、これふうがふうが今の時も佐藤製のブランドでも定番でずっと毎年もう10年以上毎年ずっと継続なんですけども、すごい大人気 で, で、ね、肌に優しい柔らかいタッチになってて、でワンサイズなんですけどもね、 S サイズの方から 3L の方でも、はい、みんな誰でもなぜかやっちゃうっていう、ね、ネットの飾りにぴったり、ヘイネックなんですけども、襟もね、締め付けがないんですよ、ゆったりしてるんで、はい、そうなんですよね、うん、はい、苦しくないです、全く、うん、伸びがね、これちょっと色は私物で、あ、そうです、今日は、まあ、はい、そうですね、あ、はい、はい、で、まあ、こういったものも、はい、いつも定番のところがやっておりますんで、ぜひ、はい、このままやってみてください。で、今日、このワンピースに、はい、ジャガードなんですけども、はい、まあ、ふうがふうがジャガードというと、うん、ワンピース、洋服だけじゃなくて、もちろんカーディガンとかいろいろあるんですけども、はい、今日はですね、帽子をちょっとかぶっていただいてる、はい、帽子ですね、うん、で帽子はちょっとここの、裾にある配色の可愛い柄を入れている帽子になってます。ちょっと見ていただくと、見えますでしょうか、見えますで、色がですね、3色、これ同じように帽子、こんな風なこのページですね。そして黒がこんな風な、黒の方はちょっとご用意がなかったので、うん、ちょっとね、ちょっとストールの方色だけ見ていただければと思います。こんな風な配色になってます、黒が。で、帽子のデザイン的にはちょっとベレー帽、あ、そうですね、形になってて、もう、はい、こんな風に後ろの方に持ってってもらってもいいですし、脇の方にこうやってちょっと持ってもらって脇にしてもいいし、この辺がね、ニットのベレー帽の柔らかさというか、あ、はい、いいところなんですね。でこのベレー帽、はい、あ、ちょっとついでにショールがあるんで、これ同じ柄でショールもありますんで、品番はないと思いますけど、ぜひネットの方に、お店の方、ネットの方では取り扱ってますんで、ぜひね、お店の方でもしよかったら合わせてご覧になってみてください。でこの帽子なんですけども、この今言ったここのジャガード、膝のところのジャガードの柄が入ってるんですが、それだけじゃないです。はい、そうなんですよね。
なんとこれ、はい、はめますこれはね、結構色3色ぐらいですね、うん、これなんと裏返しにすると違う紙地なんです。はい、これ2枚重ねになってて、なんとこの柄、ここの柄って書いてあります。いました、いました。はい、でこれはね、細かいミックスになってるから合わせがね、結構その癖、こっちはあの個性がすごい強いんですよ。だからもうインパクトのあるかぶれ帽子の時はこっちで、こっちにすると全然違う、あ、見て全然違う感じに、そうですね、一つの帽子で二つ、トゥーフェイス、そうですね、全然違う感じになるんで、楽しみ、あの、楽しんでいろんなコーディネートをしていただけると思いますし、そうです、全然違いますもんね、これ表と裏が、はい、全く違う帽子になってしまうという、素敵です。あと素材感、ね、そっちの方が面白いです。そうですね、ありますね、うん、和紙は両方入ってるんですけど、和紙と組み合わせてる素材は違うんで、こちらはそのグラデーションのデニットポリエステル、こちらはコットンと組み合わせてるんで、うん、これはちょっと柔らかい感じ、温かい感じですね、うん、こんな風に一つの帽子だから、うん、またね違う表通りで楽しんでいただけるという、今日あの帽子のご紹介でした。はい、して情報を伝えしました。あ、情報は、そうですね、失礼します。切り柄リバーシブルニットキャップ、サイズはワンサイズです。お色が、かぶられてたのがブルーで、はい、で、ベージュとブラックの3色があります。ショルの色はブラックですね。はい、ワンピース一緒の、あの色になってます、色目になってます。お値段が12,100円でした。はい、もうね、ダブルですね、これね、12,100円のお買い得だと思います。で、今日ちょっと私ももう一つありました。レギンスを今日はもうセットで、今日はね、ブルーに合わせて、もう春でね、はい、これが増えてればブルーが、で今回ブルーのレギンスなんですけども、はい、ブルーと言いながらもグリーンとか、そうなんです、すごい色んな色入ってて、はい、いろんな取り合わせが、うん、すごいね、可愛らしく柄も、はい、で結構ね、こういつもこうキュッとすぼまる系のものが多い中で、今回はね、凹凸だ、あの凹凸が結構あると表情感があるレギンスになってます。うん、情報をちょっとこう、はい、色のものを、はい、お願いします。マーブルボーダーレギンス、サイズはフリーサイズ、お色が和江さんが着用なのがブルー、はいはい、真ん中の色味がベージュで、最後がブラックの3色です。お値段が22,000円です。はい、まあ、とにかく柔らかくて、そうなんですね、気持ちがいいです、履いてて。これはね、コットンをその特殊な色入れで出るんですけども、はい、すごい肌触りが、こうなんかあのドライでありながら、はい、ドライでありながら、これね、二重にしてるんで、ちょうどね、二重っていうか、袋状にしてるんです。ただよじれてくるんですけど、すごいね、こう、暖かくて、さらっとしてて、だからちょうどまさに、もう来月ぐらい、2月ぐらいから、あ、まあ、まあ今でももちろんいいんですけども、来月ぐらいからもう3月、4月、5月ぐらい、うん、ちょうどこうワンピースとか、チニック丈のインおボトムなんかにちょっと合わせてもらって、うん、で足にね、あの足元にすごくあのちょっとこう表情感が出るんで、あ、はい、それそうです、ね、あのおしゃれに着ていただけると思うんです。うん、色もボーダーで、で全部ミックスになってますんで、はい、色をあのいろんな色に合わせるコーディネートが過ごしやすい色になってるかと思います。そうですよね、この中にあるどれかが、うん、入ってたりでも全然、あの仮に入ってなくても、うん、あのやっぱ色を混ざってるんで、うん、結構ね、あの合わせはしやすいと思います。はい、そんな風にね、あのちょっとレギンス、今レギンスがね、すごい結構こう今ここね、日本で人気でっていうのは、はい、やっぱりね、皆さんこういう家庭で、うん、テレワークでネットで家の中で、今までだと着古して表に入っていけないスウェットっていうパターンが多かったんですけど、はい、今回はやっぱり家の中でおしゃれっていう、ちょっと映ってあっと立った時に、あれ、あの人何入ってんだっていう、そのちょっとおしゃれ、結構ね、レギンスのおしゃれっていうのがすごい流行ってますので、ぜひね、なんか家の中でもそのまんま、ちょっと近くのお出かけ、スーパーとかコンビニ、ちょっとそのまま入っていけるようなね、そうですね、うん、で、いながらちょっとおしゃれする時はワンピースの下に入ってもらうっていう、なんかどこでも使えちゃうっていう、そんな素敵なレギンスを今日もご紹介させてもらいました。もう今日はいよいよね、1月春物もいよいよこれからふがふが楽しい商品たくさん出てきますんで、ぜひね、これからふがふがの春物、ぜひ皆さんお楽しみに、ネットの方で、ご覧になれるようになってますね。ふがふがの新作春物は全国ふがふがお取り扱いのセレクトショップ、また直営ショップでもふわふわ取り扱いしてますので、よかったら試着
しにご覧になりに行ってみてください、はい、で近くにお店がない方はネットの方でご覧になれますので、もし気に入ったものあれば見ていただいて、これはお買い求めいただければ嬉しく思います、これからもふんがふんが楽しい商品ご紹介していきますので、今年もよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。